もみさんにマナゾーかっこいいねって言ってもらいたいです。やっぱかっこいい人にかっこいいって言われたらもうかっこいいじゃないですか。だからそう言ってもらえるようになんか頑張りたいっていう気持ちはすごい強いです。もう大きいんですよ背中が。彼女の強さっていうのは人間性ですね。強いイコール試合が強いだけじゃないよっていう、もちろん人間性だったり振る舞いだったりっていう部分も多分彼女が姿に見せてきたと思うんですよ。まあ女子全体盛り上げてくれた選手なんで感謝と敬意ですね。ライズのタイトルマッチで試合をしたんですけど、拳交えた時に何か伝わってくるものがある選手って初めてだったんで、しかもそのタイトルマッチの後に強いねって言ってくれたんですよね。すごく嬉しかったし、なんか自分ってそういうこと言えないんですよ。特に負けた相手に強かったねって、もみさんぐらい人としてリスペクトできる人と出会えたっていうのはないですね。同い年なんです。ほとんど同じぐらいのタイミングでデビューして、私はね途中でもやめてしまったので、ずっと続けてるっていうのが本当にすごいなって思っております。私がもみちゃんと試合した時に私が勝ったんですけど、結構僅差で周りからいろいろ言われた試合があって、で自分的にすごく落ち込んでる時にもみちゃんが、小島が勝ったんだから胸張れよ、お前が強かったんだみたいなことを言ってくれたのですごく救われて、そう言えるね、もみちゃんが一番強いなと思うんですけど、こんなに魅力的な選手はいないなと思います。いや正直ショックでした。もうめちゃくちゃショックでしたね。もうできないのかと思って、本当にもうすごい大きな壁だったんで、悔しさと寂しさがって感じですね。勝ち逃げはないですって伝えてほしいですね。試合をまたお願いしますって言ってたんで、ちょっと悲しいですね。もう一戦したかったっていうのがあるんで、どうしてもだからなんかすげえ泣きそうなんだけど今なんか泣きそうです。なんか大事な人を失った気分です。悔しいっていう勝ち逃げされた気持ちもありますし、憧れの人が引退っていうのもすごい嫌じゃないですか。もみさんの言葉で救われたりすることがすごい多いので、私は前回の試合も4連敗だったんですけど、その時も声かけてくれて、もみさん4連敗してからチャンピオンになったっていう話を聞いて、多分私そのもみさんの言葉がなかったらあの時点で引退してただろうなっていう、タイミングタイミングですごいいい言葉をかけてくれたり、そうじゃなくても普段から行動でいろいろ示してくれてたんで、本当に目標っていうかずっとその背中を追ってきたっていう。ちょっと泣きそうになった。その受け継いだベルトをこれからさらに高めていかなきゃいけないと思ったりし、もみさんがその気負わずに自分らしくやれば自然とその自分の新しい時代を築いていけるよってその言葉をかけてもらったんで、自分らしく戦って自分らしい試合をして新しい道を作っていけたらなって思う。本当に私のあれなんですけど、山口ゆかり選手っていう選手とやったタイトルマッチで、私山口ゆかり選手も好きで、もみさんも好きでチケットを買わせていただいたんですよ。もみさんいつもチケット買ってくださった方に特典つけてるんですけど、それの手紙に日向ちゃんが、私と相手の山口ゆかり選手を好きなのは知ってるから2人で面白い試合をできるように頑張るねって書いてあって、残念ながら負けてしまったんですけど、やっぱすごい見応えあるラウンドで、すごい改めてやっぱりもみ選手ってすごいんだなってその時思って、で私もそのまま高校に上がってプロになるかどうかって迷ってた時期で、もみさんのその試合を見てやりたいなって思ったんで、もしかしたらやってなかったのかもしれないですし、私のキック人生を語る上でなくてはならない存在なのがもみさんです。もみさんには格闘家としても人としてもすごい成長させてもらったんですよね。本当に本当になんか大きな存在で、本当偉大すぎて、もみさんになんて伝えたいかな。これからもずっとずっとずっとよろしくお願いします。もみさんの背中は大きかったっすね。もみさんのおかげで私も今まだギリやれてるから、ちょっと涙できちゃった。また見たいですとかは言い、あんま逆に言いたくない。そのすごい頑張ったからありがとうございました。でもなんかありがとうございましたって言ったら終わっちゃうみたいだから、これからもお願いしますって言いたいです。
いや、よくやったよねって、よく今まで頑張ったよねっていうのは、ありますかね。もうまたやれとも本当言わないし、もうゆっくり休んで、もう好きなことやったらいいよっていう、この選手はこれがすごくいいじゃんってちゃんと言葉にして伝えてあげれるのが多分もみだと思いますね。いいやつですよ。すごいなんか人として尊敬できる人ですね。牛ですね。63戦やりすぎですよねバカだねセコンドの仕事としてはもう勝たせることもそうなんですけど、怪我をさせないでリングを下ろすっていうのが多分一番重要なことだって思ってたんで、死なないでここまで来てくれてありがとうというか、よかったというのがすごいありますね。若い時とかは結構生意気でしたね。よく説教はしたりとかしてますよね。17年ぐらいですかね、あいつを育てて20歳そこそこぐらいとかなんですけど、やっとモミとのこう時間も楽な時間になるのかなっていう。あいつには言わないですけど、まあ寂しいですね。俺も全力注いだんで、モミ見てたぞとかっていうあれがなくなっちゃったんで、毎日のそのルーティーンがなくなったみたいな、だから寂しい。ロスなのかな。まあ、あいつには死んでも言わないですけどね。選手たちがみんな学ぶことがあるって、そんな選手もなかなかいないと思うんですよ。だからやっぱり、ね、特別だったんだろうな。なんかどんなことがあってももみさんのことをずっと応援したいし、あ、なんかこれから幸せになってくださいみたいなって言いたい久美さん大好きです大好きです。いや、もう大好きです本当に本当に、大好きですね。